ね、一瞬だけ私映ってたの分かった人まあいいや、で、さらにですね、神様が本当にこの語られたことを成就するということをですね、この覚えていただきたいと思います。そしてですね、今日この午後からですね、この各界で、この持ち寄りパーティーですね、パーティーというよりも持ち寄り食事会を、ね、していきますので、さらに覚えていただきたいと思います。で、時間もかなり押してますので、早速御言葉の方に入ってまいりたいと思いますが、ルカの連行の、この83回目として20章の9節から19節ですね、お開きしてまいりました。で、この9節に、またイエスは民衆にこのように例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋だらけにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべをも袋叩きにし、恥ずかしめた上で、何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子なら多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼はブドウ園の外に追い、この彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょうですね。このエルサレムでですね、この前にこの祭司長、立法学者の方々が、あなたの権威はどこから来るのですかと聞いた時ですね、この先週お話しましたけれども、このバプテスマのヨハネは神からですか、それとも人からですか。彼らはそれに答えることはできませんでしたが、そしてその後ですね、続けてこの人々にね、この例えを話されたんです。そしてこの例えのですね、中心はこの神の権威、神の権威ということね、この語っているわけですが、この平行箇所のね、マルコの12章の一節にですね、こうあるんですね。この90ページですが、それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がボルドー園を作って柿を巡らし、酒蔵を掘り、矢倉を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。ね、ここにね、面白いんですけども、この柿を巡らし、酒蔵を掘り、矢倉を建てって、ね、これね、整えたってことですね。柿っていうのはね、そこのブドウ園を守るためにこの置かれるものです。そしてね、酒蔵ね、このブドウをね、できた時にそれをね、ワインにするためのその、ね、酒蔵ですね。そしてさらにですね、櫓ですね、この櫓、つまり神様はですね、ここで主人というのは神様のことですが、このイスラエルね、このブドウ園というのはね、聖書的に見るときにこのイスラエルを表すわけですが、神様がイスラエルを整え、立て上げ、導いてきた。そして収穫。じゃあ収穫って何でしょうかね。ね、つまりこの私たちがね、つまりこの時ね、まあイスラエルですけれども、作られた意味、選ばれた意味、それは何かというとね、創世記にあるようにこのアブラハムが彼を信じたわけです。つまり神様を信じたわけです。そしてその信じた神様の祝福を受ける民として、ね、ユダヤ人が選ばれました。じゃあその祝福を、ね、受けるだけなのか。ここがね、一つの鍵だと思うんですね。私は。つまりこのイスラエルの民ってのはね、神に愛される存在として置かれましたけれども、じゃあその愛に対して、このイスラエルの民がね、どのように対応するか。これはね、
根本的なところですけれども、つまり私たちが神様に愛されていく、神様を愛していく中においての関係、イスラエルという国を神が愛し立て上げ導いているという中において、神様の方はイスラエルに何を求めているのか、それは何かと、神様の御心を行い、この神の国を作るための歩みですよ。ですからこのね、黙示録を最終的に見ていくときに、このね、神は神を愛する者たちを選び、そして新しい天と新しい地を、このね、神殿をですね、まあ2000キロってね、すごいと思いますけどね、それが天から降りてくるわけですけども、それぐらいのね、祝福を持ってイスラエルを愛したわけです。それに対してね、祭司長立法学者の方々は自分たちの立場、自分たちのことを守るためにこういうことね、してたわけですが、このでこのね、ルカの福音書の方ね、ここにこの時ですね、この使いを使わせる、これね、これは何を表すかというと、預言者を表します。預言者が来てイスラエルの民が神に立ち返ること、神にね、戻ることをね、何度も何度もしていくわけです。その度ごとにね、この預言者たちをこの迫害し殺し、そして最後にはバプテスマのヨハネすらもね、殺されてしまうわけです。でこの時ですね、神様すべて知ってるじゃないかってね、言う方はいるかもしれませんが、これ、ね、この人としてのイエス・キリストが見た時に、このイエス・キリストはこの地上において私たちを愛するために、罪を贖うために来られましたけれども、それは神様の命令だったわけですね。神様の命令だったわけです。でその神様の命令としてイエス様が来られた時に、最初立法学者たちはそのイエス様を受け取らなかった。でこの何と書いてあるかというとね、このですね、あ、それとですね、ちょっとですね、このブドウ園の外にね、この追い出して殺してしまったってね、これ一つの予言だと私は見てるんですが、イエス様のね、十字架にかかったのはですね、この城壁の外なわけです。つまりエルサレムというですね、この神が建てた、この用意したところから外に出されて十字架、ゴルゴダにおいて十字架にかかったって、これもね、一つ予表していることなと思いますが、16節から、彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人に与えてしまいます。これを聞いた民衆はそんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人は粉みじんに飛び散らしてしまうのです。立法学者最初たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたのと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れたですね。でこの時ですね、家を建てる者たちが見捨てた石、この石製の石、これはね、イエス様のことですが、つまり人々が見捨てたものが、ね、土台の石となった。これは何を言っているのかというとね、イエス・キリストの十字架と復活、そしてイエス・キリストを信じる者がこの永遠の命を受けるというね、祝福をね、このここで語っているわけです。つまりね、この例えはね、すごいんですね。つまりイスラエルの歴史を振り返り、そしてイスラエルの歴史の中でなされたことを振り返り、十字架を、ね、予告し、そして復活を予告し、そして最後にはね、つまりイエス・キリストをこの裁いたエルサレム、70年後にですね、この滅ぼされてしまうという、そのこともね、予表しているわけです。でこの、ね、中でね、この一つ重要な事柄は、イエス様はね、そのことをね、前もって人々に語っている、教えているということを、ね、見ておいていただき、神様は、ね、私たちにこの多くのことを、ね、教えてくださっています。でその中でね、この神の、ね、恵み祝福というのは、ね、
大きく表されていますが、特にこの十字架の、ね、恵みということをこの時ね、すでにこの方って人々が見捨てた、つまり人々が見捨てたイエス・キリストが十字架にかかることを通して土台となり、救いの祝福が注がれていく。それに対してどこまでもこの最初立法学者の方々は、ね、イエス様を排除しようと。ですからね、先週もお話しましたけども、もしね、バプテスマのヨハネを認めるとなると、彼はね、イエス・キリストを信じる。つまり、神の子、一人子であるということを信じること。このことがね、大きくね、霊的に、この閉ざされている。閉ざされているなってことをね、よく感じます。で、この時もですね、このイエスを迫害しようとしている。ね、面と向かって言われてるわけですよ。それで、ね、逆に怒ってるわけですよ。じゃあその時に悔い改めて立ち返るならば、神の恵みは、祝福はね、開かれていくわけです。私たちはね、神様に歩むということを通して、この神様に、ね、語られること、神様を導かれることをね、受けていく必要がある。でその中でね、自分が受け取りがたいことや自分がね、わからないこと、この最初で立法学者の方々はそのことね、この自分たちを指してね、自分たちを非難してるとかね、言ってるわけですけども、でもね、その時にね、ふと神様に会って歩むならば、もう立ち返るならば、それはね、間違いであったってことをね、気づくということをね、これはね、私たちに対するメッセージでもあるということをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、さに私たちはあなたを愛し、あなたに従い、あなたのうちに歩むことができますように助け導いてください、癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時を共にお持ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、癒しを過ぎ、解放を過ぎ、霊を過ぎ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって癒され、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの御名によって解放されよ、解放されよ。ホーロスバラサンダラス、この気管支がなんか、この不具合の方がいますが、それが癒されてきます、このサイン、この頭痛の方が癒されてきます、体調が何か、この不具合がある方がいますが、それが癒されてきます。イエス・キリストの御名によって癒され、癒されよ、癒されよ。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、声長くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、世と公衆に限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。